ノッコンテラさん始まるぜ。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。おう、おい、お疲れ。なんなん急に。俺ここの北新地のリーベっていうバーよく見るけど、そこの店員からややこしいやつがなんかちょっと呼んでると俺のこと。なんやそれ。なんか落ち込んでるし、なんか呼んでくれみたいな。来ました。いや来ましたじゃないよ。いや意味わからんし。ちょっと何やこれ。俺めちゃくちゃここ来んねんけど。あ、そうなの。そう、落ち込んだ時とか。エドポロキングに負けたやつが落ち込んでるらしいから。ああ、はい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 、ややこしいやつ。ああ、そういうこと。はい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 。おいっす。おお、え、見て、あ、来い。ないよ。どういう状況これ。いらっしゃいませ。なしか。どういう状況これ。負けたよ。フリーズから連絡来て。そう、ここに来たらテラちゃんに会えると思う。テラちゃんで言われるパターンな。多分こいつ年20個ぐらいしたいんだけど、俺のこと多分同期やと思って。あ、そうな。いや。フリーズなんか落ち込んでるやん。落ち込んでるんですか。私が励ましましょうか。やっぱり腹立つね。僕はこういうちょっと落ち込んだ人が来たら、こうやってフリーズが元気づけてくれるっていう場合。何でもやってくれる。そうなの。フリーズずっとこの格好やから、ね、新地でいつでも励ましますよ。いやいやいや、癖がすごい。新地のご飯食べに行くときもこの格好やから、ね、それなんか確かにテラちゃんにさ、元気づけてもらおうと思ったけどさ、まあ、とりあえず2人の乾杯に乾杯。どういうことや。どういうこっちゃ。負けたやん、豚キムチの。ああ、せやな。落ち込んどうかな。ちょっと俺のやったら、俺の、あ、俺が、うん、俺が落ち込んだと思って酔った。ああ、互いに俺逆やから聞いてんの。だってめっちゃ息ってさ、俺の時に言ってたやん、うん、なんかあんなやつ余裕やとか言って。まあまあまあ、言ってたな。そう、うるせえに一番悪い。最終的にさ、なんかインタビュー来た人をさ、バーンって手で払ってさ、めっちゃ炎上してんの。おい、それ炎上したらぶりたいっすね。なんでそんな炎上の得意分野としてんの。なあ、そんな。なあ、あいつには記憶ない。どういうこと、どういうこと。あ、めちゃくちゃ拡散されてたよ。いや、そう。俺でもあれ見て、ほんま、こいつ最低やな。無意識でしてしまうけね。狙ってない。あ、そうやね。そう。お前、また炎上したわ、友達とガセ前から言われて、え、何がみたいな。でバーって見せられて、俺こんなんしたっけって。あんだけほんまに悔しかったよな。そう、だってマジ勝てると思うよ。でももうほんと首相撲されて、押さえつけられて、でまた離れて、また行ってもまた首相撲で、ずっと首相撲、もう永遠と首相撲。負けた。うるせえよ。でもごめん、でもじゃあ俺、偉そうに言われへんね、俺は負けた。こんなん格好つけて言うのもあれやけど、普通にテラちゃんの試合見てねえよ。どういうこと、どういうこと。え、俺負けてすぐ会場から帰ったっけ。敗者がいつまでもこんなところに残るもんじゃねえと思って。でもなんかインスタかなんかで見てんけど、なんかダルビッシュ、ショーとかサップさんとか、あそこら辺とキングとかと、なんかそうまだ来てたよ、やってたよ。なんかね、本当はみんなに内緒にしとこうと思ったんやけど、負けたまんまじゃ俺やん。ましては年下やし、結構しつけえし俺。で、普通に翔くんがなんかガチスパーリング募集みたいな。あ、してた、してた。ヘビー系の。あ、してたな。はいはいはい。うん、行くやろ。それで行ったガチで。あ、本当にそれで行ったんや。俺しますって言って。さすがに負けたまんまじゃイラつくし、殴りたいし。実際やった。エドボルキングやった。え、したよ。どうやったんです。ん、でかい。でかいよな。いや、でかい。やっぱ膝とか前蹴りとかやっぱね、すごい距離あったらそうだろうな、確かに。はいはいはい。え、1分でやったの。いや、2分とかでした。意外と体力あんねんな。あなた次樋口をするためにそろそろトレーニングしよう。え、どういうこと。どういうこと。急に、急に、そんなに急に。急に。ツイッター見てない。そうそう。え、樋口さんがなんかまっちゃんのことをあれやねえわみたいな言ってんのを俺は見た。どういうこと、どういうこと。ね、言っとったやろ。言ってた。それは見た。なんかね、普通にあんな選手としてはありえませんみたいな。
あのさっき俺が今言ってた、はいはいはい、試合終わった後に記者来た時にバンって、うん、あ、はいはいはい、はい、そありえませんって言ったら記憶にねえし、まずそうそう、それをありえないわって言ったら、はいはい、もうすぐこいつもうそんなやったらすぐもうなんかもう、あ、もう来ねえな、ずっと来てくる、はいはいはい、1個だけ言っていい、うん、お前もねえわって感じ、うん、だってさ、オーディションあれってさ結構カットされたわけや、こんな言うのもある、あ、まあそうやな、ほんと7割8割カットされたわけや、あ、全部引っ張った器用やそうやな、結構普通にバッチバチ行くわけや、映ってなかったけど、ね、俺とかさのけぐらいでやっと俺も後で見てのけになっとったけど、 あいつパーや、俺はのけ全然ちゃうねん、だって樋口さんの場合はこう来るやん、やっぱ俺だっていやいやだって来たやん、そのスタンスで、いやなんかの喧嘩でなんか、あ、お疲れ様ですみたいな、いや違う、あれ絶対松井圭さんお疲れ様でちょっといいですかみたいな、来た瞬間話しの肩パーンやってたんだ、だってイライラしてたもん、負けたけ、あ、そういうこと、それでも言われてもしゃあないんちゃう、それなんでその、いや別にお前に関係なくねえって、あ、樋口さんに、うん、いや分かるよ、世間一般の人が見てから、いやお前その態度はねスポーツマンシップがどうとか、まあそもそも喧嘩自慢の対抗戦見てもらったら分かるけど、スポーツマンシップはない、ね、もうあの開き直らせてもらうけど、ここはまた来ない人だったらコメントがすごいことになるやろうけど、あ、ないだって、ブレイキングダウンにスポーツしに行ったやつなんか数少ないと思う、だって喧嘩自慢がプロ格闘家に勝てるっていう戦いなわけであって、なんでお前そこでお前スポーツマンシップ持ったやつがおるんだって感じやん、え、樋口さんって言ったけど体重全然ちゃうよ、俺20キロ減量するよ、え、樋口さんって何キロ、75とかじゃない、いやいや違う違う、あいつ80ぐらいになるらしい、あー、ほんなら10キロぐらい落とすだけで、待ったら、ね、俺今ね96とか96めっちゃ大変やと思うね、けどそれでもやんの、え、いやもう、え、総合で、あいつ腹立つやん、え、だって、いや総合でって言うけど実際キックの方がいいよ、だってあいつ寝技めっちゃ強いもん、こんなん言いたくないけど、あー、でも向こうは多分総合でやりたがるやろな、いやだけどそこで、まあ、そこで俺がじゃあいやいや聞くじゃないとせんとか言っても面白くないし、あー、まあせやな、まあ向こうの土俵でや素人が行って勝つための1分なわけ、うん、あー、はいはいはい、そうそう、だけまあ何でもいいですよ、あー、もう総合でもなんだ、うん、で、あいつのツイッターでさ、なんかえ、何やったっけな、なんかちょっと見ていい今いいよいいよ、あいつマジ超腹立つのがさ、そんな言うてんの、そうそう、あいつマジめっちゃイキっとんよ本当に、あ、ほらまずスタートね、なんか90キロくらいの人が俺にキックルールでやるとかクソダサいこと言ってるらしいけど、やるなら MMA なキモでさ、77まで落とせるらしいんで、今日は好きなものたくさん食べて明日から減量してください、やっぱり体重落ちませんでしたとか寒いので正式にアーサーいただけたら自分も準備しますさあ、今日も焼き肉かわ、すげえやん、がっつりがっつり言ってるやん、そう、こんなんカッコつけたこと書いてきたわけやん、だけど俺がね、あ、そう、8月楽しみにしてるわって思ったやん松井くん、楽しみにしてますね、腕バキバキにしてやるよこれあるで、次でも負けたらどうする、え、負けない、次負けたらどうする、あ、はだってそりゃそうやんな、こんだけ単価聞いててさ、まあまあまあ、次負けたらもう、なんでいきなりそんな言い出したの、だって負けんけど、いや、そうやろ、うん、負けんよ、負けんよ、いや、負けんよ、やんな、これありますよ、9これでも見た人とか、うんうん、いや、これ見るで、樋口さん見た人、みんな言うよ、やれやれ、松井ボコボコでしょ、腕折られるけどタップはするよいやいやそれバキバキにはなれん、仕事あるし、いや、でもちゃんと勝てんねやろ、だって最近ちょっと負け続きでさ、負け、いやでも前負けただけ、前でも、いや俺その後さ、この間 TikTok ライブでも負けたんよ、誰におでんつんつんあかんやん、あいつ負けたらあかんやん、あいつ超強えよマジで、10万ぐらいあれされとったよ、俺2万何本までいったんよ、ああそれすごいな、何で、であいつ10万ぐらいきたんよ、残り30秒で2万ぐらい買っとったんやけど、バコーンいって一気に、それあいつが強いじゃなくて、お前のこと嫌いなやつが多分向こう行って投げてんねやろ、え、これピー入れとっておい、クソアンチどもお前らこいつぞなお互い決めたらええやな、俺負けたら何がするからお前負けたらええですよみたいな、今言ったらって言っちゃう、え、何がいいと思う、いや坊主は本当やめよう、その今後に関わる、何がいい、何、え、何がいいと思う、いやそれって難しいよな、フリーズ何がいいと思う、何にしますか、あ、分かった、ほんなら負けたら動画上で、うんうん、あのフリーザの格好して土下座したら謝る、え、土下座、まあいいよ別に、すいません僕が間違っていましたと、いや僕が弱かったですと、いやいい、
何でもいい、何でもいい、本当に。まあ、元気まずは。これは、でもよかった、あのまっちゃん、元気そうで。いや、結構傷ついた。俺、落ち込んで。本当のこと言っていい？いや、これ言わんほうがいいよ。何？いや、いい。めっちゃイキッとやすぎ。本当はナイーブとか言うのはバレたくないけど。アンチきつくないけど、正直。俺、別になんと、もう何もないかな。送るの、うんことか送ってます。嘘やろ。小学生か。暇な時にな。最低やね。ひ、うん、なんでそんな暇なの。テラちゃんのあのあれ、首都をみんな TikTok ライブで投げ、なんかこうアイテム投げられたって、はいはいはい、すること見たことある。クソキモいよ。いく。クソキメえました。三ヶ月前ぐらいやな、これやった。うんうん。よかった、俺元気そうで。元気じゃない。泣いてた、泣いてた、でも泣いてた。いや、別に関係なくね。泣いとるわこれは。泣いとる。俺トイレの入り口塞いでやったもんね。泣いてるやん。いや、そりゃ悔しかったもん、マジで。泣いてるやん、完全にな。めっちゃ悔しかった、マジで、本当に。いや、でも次泣くレベルの屈辱じゃないで。で、負けたらフリーザの格好して、樋口さん、僕の方が弱かったですって動揺せなかった。でも負けんじゃない。負けへん。負けへん。いやいや、それ負けへんと思うけど、まあ、お互いはそう思ってると思うねんけど。全然仕方ないと思う、はい、それはね。まあ、ただ俺はそれでちょっとなんか、まあ、世間一般に言ったら中二病とか生きっとうとか言われるけど、まあまあ、それどれ？それでも俺、まっちゃんのこのキャラ俺はな、好きやね、うん。喋る前はやっぱりこいつヤバいやつや、多分みんな思ってると思う。やっぱ俺も思ってたし、常識外れのやつ見える、全然普通だけど、はいはい、実際ちょっと一言喋っただけで、あ、全然イメージちゃうわっていう。ああ、せやな、せやな。ムンポさんもけどそんな感じよ、周りから見たら。いや、まあまあ、こいつなんか結構な人を見下しとるなって思ったら、本当は喋っても見下してきてるね。そのままかい。そのままや。何も最低のやつやね。あげろや。あげろよ、お前。すごいね。レーティングダウンで唯一テレビに現れたよね。そうそうやんな。やろ、相当調子乗っと思う、マジで。でもあれ実際若いやん。なんていうの、ブレイキングダウンでみたいな感じで、まあ違うんだよ。ノッコン寺田やけ、ノッコン寺田のあれで言ってる。おー、嬉しい。いや、絶対そうやんな。でも、はい、嬉しい、嬉しい。お酒飲まんの？え？いや、ちょっと しっぽりもうちょっと飲もうかじゃ、みんな。ね。どういう言いづらいの？じゃあ、私が励ましてあげましょうか。お、マジ？ちょっと元気玉代わりに歌歌ってよ。いいですよ。これをかぶりなさい。元気玉みたいな歌歌ってほしいけど。これは誰、それは誰、テラちゃん、それはこれは、あなたは被りますか。あ、いやいや、はいはい、もらいます。被りなさい。では用意はいいですか。いいよ。あなたに元気をあげましょう。元気玉の用意は大丈夫ですか。行、うん、きますよ。 You are sharp! 愛で頬を熱くなる。おっと、OK やねんけど。痛いですね。ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。